国民の皆様、こんばんは。私は安倍晋三であります。おととい、5月17日、藤巻健太衆議院議員が、このようなツイートを、しました。三角関数よりも金融経済の方が学ぶべきではないか。このような、理系数学において一石を投じるような、ツイートをされたであります。これに対して多くの理系市民の皆様がボロカスに言っているであります。私も一理系市民として誠に遺憾の意を表したのであります。ちなみにこの事件はおそらく国民の 99% の皆様が興味がないと思います。だがしかし我々はこの文系理系の優劣について真正面から議論していくことが大事であると思います。というわけで今回は私の意見を述べたいと思います。まず、どうしてこのように大量の批判コメントが来ているかと言いますと、理系というのは文系にマウントを取られると激怒してしまう生き物であります。まあ正直、そこまで怒られることではないのかもしれませんが、私たちが目指すのは満点だ。我々の目標は平均点などではなく満点だ。しかしどうしても我々理系市民としては技術を発展させてきたという自負がございます。それを差し置いて数学の分野に対して優劣をつけるような発言、これは誠に遺憾の意を示さざるを得ないであるんです。よろしくお願いします。ちょっと疲れてきたな。もう一つ理由としましては、三角関数があまりにも優秀な分野であったためであります。確かに三角関数というのは一見どこで使うかわからない。しかし考えてみてください。三角関数というのはあらゆる応用学問の最も基礎中の基礎、使わない手はなりません。例えば家の電気、非常にサインコサインでございます。また原子さんや太郎くんにとっては山の高さを求めるツールにもなっていたりします。また幼い頃に味わってきたフラフープ、こちらは円でございます。円というのはつまり単円、そうサインコサインであります。つまり丸いものはすべて三角関数であります。よく言った。これはどうしようもない真理でございます。そもそも三角関数は使われないと言っておりますが、実際には馴染みすぎて我々が気づいていないだけであります。私から言わせると、三角関数という分野は電気、水道、ガス、三角関数、まさにインフラの一部であります。それが証拠に三角関数というのは文系理系分かれる前に高校1年生全員が習う分野であります。つまりどういうことかというと、文部科学省も三角関数というのは文系理系問わず必須の分野であるということを強く主張しているわけであります。逆に私から言わせると、学問の網羅する領域という点においては金融経済よりも三角関数の方が幅広い分野で必要と言えます。つまり三角関数は数学の一分野に過ぎないかもしれませんが、実はグローバルな言語、ワールドランゲージであると言えます。例えばこれを海外でサイン、コサイン、タンジェントという風にやれば海外でも通じるギャグになります。分かる人には分かる、そんなグローバルな一発ギャグとなりうります。ここに私は強い可能性を感じているのであります。そういう意味で文系理系問わずこの言語を習得するというのは非常に価値があると考えます。さらに藤巻氏が今回の炎上を起こした理由として、引用ツイートで三角関数の無用性を説いているという部分であります。藤巻氏の意見によると、三角関数というのはある専門分野でしか使わないとおっしゃっておりますが、頑張ったな。本来学問において〇〇の方が優れているという比較級は存在しなくていいわけであります。そもそも学問というのは非常に
それぞれが孤立しているものではなく、必ずどこかで他の領域と結びついているものであります。それはまるで情報のネットワークのように、互いに広く浅く時に深く結びついている、そういうものであります。そういう意味で三角関数というのは非常に他の学問との結びつきが強い分野であります。その重要性に気づいていたか、そこが重要だと思います。文系や理系、ここに優劣はありません。ただ役割、人間が暮らす上で担っている役割、それが違うだけです。掃除当番、黒板係、生き物係、みんな違ってみんないい。元気ですか？それはないよ。そんな感じで、ちなみに使う使わないで、国民を分けてしまうと非常に良くないです。それで言うとほぼ全ての知識がいりません。言葉が話せればそれで十分であります。よって小学校に行く必要はありません。それ本当に家庭レベルで言葉は話せるようになってしまいます。使う使わない、これだけで学問を判断してしまうと人間の豊かさが奪われてしまうのであります。人間は実用的かそうでないか、そんなものによって分かれる存在ではありません。意味があるかないか、それで言うと根本的に人間が生きている意味などありません。それはないだろう。ちなみに今回引き合いに出した三角関数が悪いということであって、じゃあ何と比較すれば良かったかというポイントなんですけれども、これは一重に確率全化式であります。よく言った。これは理系の皆様がかなり苦手としている範囲であります。つまり嫌われ者であります。それを引き合いに出していればまだセーフだったかと思います。少なくとも私は同意しておりました。というわけで長々喋ってきましたけども、文系の皆さん、理系の皆さん、お互いに手を取り合って力強く前へ。